Engine for the life。車で行こうです。今日ご紹介する車はルノースポールが仕立てた RR コンパクトスポーツトゥインゴ GT です。小さなボディに高性能エンジンを組み合わせたトゥインゴ GT。走りはもちろん、スタイルやインテリアといった仕立ての部分にも注目ですね。ルノースポールがどんなチューニングを施したのか、ルノー最小コンパクトのトゥインゴがどんな風に変わったのか、楽しみな一台ですよね。はい、ということでこの車早速チェックしていきましょう。ルノーの RR コンパクトモデルトゥインゴのスポーツバージョンとして登場したトゥインゴ GT。 この車のポイントは大きく分けて3つです。まずはスタイリング。エクステリアで目を引くのは印象的なサイドストライプ、そして右リアフェンダーに取り付けられたサイドインテークとクロームデュアルエキゾースト、17インチアロイホイールなどが特徴となります。リアに搭載されるパワートレインは109馬力を発生する 0.9 リッター3気筒エンジン、組み合わされるトランスミッションは6速 DCT と5速マニュアルの2種類。ルノースポールがチューニングしたシャシーは専用ダンパーと強化されたアンチロールバー、ESC の制御にも変更が加えられています。アクセントにオレンジが配色されたインテリアも大きなポイントです。ルノートゥインゴ GT、 価格は5速マニュアルが229万円、6速 DCT モデルが239万円となっています。今回は高速道路と一般道での試乗レポート、そしてルノージャポン担当者をお迎えしてお話を伺い、その実力に迫っていきたいと思います。最後までお楽しみください。はい、それではこの後早速ルノートゥインゴ GT の試乗レポートです。今回の車はルノースポールが仕立てたコンパクトスポーツトゥインゴ GT。 鮮やかなオレンジのボディが目を引くこの車をモータージャーナリストの岡崎五郎がレポートします。試乗したのはルノートゥインゴ GT の6速 DCT モデルです。Engine for the life。 今日はトゥインゴ GT に乗っています。一言で言えば、より高性能なエンジンとより固められた足回りを持つトゥインゴということになります。まあ、そうは言っても、まあ、外観も含めてなんですが、カリカリの高性能チューニングを施しているかというと決してそんなことはなくて、ベースモデルプラスアルファというぐらいの程よいスポーティー、程よい高性能、そこに留めているのも、まあ、この GT の特徴なんですね。例えば巡航をしている時にアクセルをスッと踏み込んでいってやる、その時のこの車速の伸びですね、速いっていうよりも、あ、余裕があるねという、そういう雰囲気がすごく強まってきてるんですね。まあ、確かにこれ足硬くなってるんですね。硬くなった足回りに対してボディがちゃんと仕事をしている、要するに粗さみたいなものを感じさせないんですね。実はこのトゥインゴ GT、エンジンをかけるとデフォルトでエコモードに入ってるんですね。でエコモードだと、まあ、エアコンの制御なんかもマイルドになるのと同時にエンジンの回転数を低く低く抑えようということで、トランスミッションどん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 シフトアップするんですね。やはり GT らしさをより味わいたいんだとエコモードを解除してやる、そうするとちょっとアクセルを踏んだだけで、はい、積極的にシフトダウンをして、まあ、パワーがよりこうビビッドな感じで出てくるんですね。まあ、僕がもしこのトゥインゴ GT 買ったら、かなりの割合でこのエコボタンはオフにしていると思います。さあ料金所から今フルスロットルで加速してるんですが、うん、このエンジンもなかなか気持ちがいいですね。決して速くはないんだけれども、うわーなんか楽しいなとか、そういうものを
ちゃんと味合わせてくれるんですよね。この辺りの味付けはやっぱりすごくうまいなと思います。乗り心地でいくとリアを軸にしたフロントのちょっとこうピッチングがやや気になる部分ではありますが、まあこれはRR の宿命みたいなものなのかもしれないですね。すごく路面が滑らかなところを走っているんですが、結構これ乗り心地は気持ちがいいですね。微妙な凹凸をきれいにタイヤが包み込んで、角を丸めてくれてるんですね。 DCT なんですが、この 0.9 リッターの3気筒ターボとの組み合わせ、なかなか相性いいですね。いつもの荒れた路面に入ってきました。こういうところに来ると相当容赦のない乗り心地になっちゃいますね。フランスの小粋なコンパクトカーに乗ってっていうところで行くと、もうちょっとこう足を緩めてほしいなとか、そういう感じも正直あります。やはりそのフレンチホットハッチっていうんですかね、そういうこうスポーティーな車だという前提で乗った方がしっくりくると思います。さあワインディングに入ってきました。このエンジンやっぱりね、すごく回していって気持ちいいんですよね。それからこのコーナリングなんですが、ちょっとこう横地をかけていくとピタッと安定してくる。車自身が持っている曲がる能力の高さがしっかりと伝わってくる。安心してワインディングロードコーナーに入っていけると、このトゥインゴ GT スポーティーあるいは走る能力の高さというのはすごく高いものを持ってます。例えばアクセルをふっと踏み込むと後ろの方からエンジン音が聞こえてきて、でグッとこう前に押し出される感覚があるんですね。それから、ハンドルを切ってもやはりフロントが軽いんで、すごくノーズの入りがスパッと入ります。こういう動きをするコンパクトカーっていうのは他にはないので、もうまさにこのトゥインゴあるいはトゥインゴ GT でしか味わえないその運転している実感、それから車の動き、これはすごく乗っていて楽しいです。なかなかね、僕楽しんだなっていう、今 VTR 見ながら改めて振り返ってたんですけれども、ともちゃんどうでした？はい、私別の機会に5速マニュアルを乗ったんですけど、右ハンドルのモデルであっても、3本のペダルの操作のコントロール性もすごく良くて、伸び伸びとスポーツドライビングが楽しめる感じが最高に楽しかったですね。マニュアルもねやっぱり乗ると楽しいんだよね、ちょっと左足の置き場がないのが苦しいなと思うんだけれども、マニュアル好きの方はね、ぜひ一回試乗してみることをお勧めしたいと思います。それでは安全性の評価に行きましょう。トゥインゴ GT このようになりました。衝突回避ブレーキ等々最新のものがついていないというのは、最近軽自動車もねこういうのついてるんで、この車の弱点になると思います。今後の改善に期待したいところです。評価頑張りましょうですね。そして燃費は、今回およそ160キロ走ってリッターあたり 11.7 キロとなりました。それではここでユーティリティチェックです。まずは後席への乗り込みです。一見すると全長も短いので2枚のドアかなと思いきや、実は後ろにドアがちゃんとついています、このように開けていくとどうでしょう。この辺シート自体はそんなに高いわけでもありませんし、開口部も比較的乗り込みやすい印象を受けました。実際の空間です。膝回り見ていきましょう。身長162センチの私で原骨 2.5 個分入りました。頭上はというとこれもなんと2個入るということで、大人でも十分に座れる空間がありますね。ただシート後席は2座で全部で4人乗りになっています。ただ前方の座席がちょっと大きめ、ヘッドレスト一体型でかなり存在感は感じましたね。ラゲッジスペースです。このようにここを引っ張って開けていくと、こんな感じの開口部になっていますよね。床面自体はちょっと高めの設定になっているんですが、開口部はちょっと斜めになっていると。で、奥行きは今はこんな感じ。そして実際にさらに荷物を積みたいときは50対50の分割加工式の後部座席ついています。室内のこの荷室の高さ自体はちょっと浅い印象はあるんですが、助手席も倒れるので意外と長尺物が詰めそうでしたね。そうだね。ラゲッジの下にエンジンがあるわけじゃない、ちょっと生温かくなるんだよね。それから生鮮食料品とかを買った時は
なるべくあそこには、ね、乗せない方がいいと思います。この後はルノージャポンの担当者の方にお話を伺っています。エンジンフォーザライフ。それではトゥインゴ GT についてルノージャポンの近宗さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近宗さん、はい、この今回高性能バージョンの GT が出たんですけれども、はい、その前にちょっとおさらいでトゥインゴについて話を聞かせてください。はい、1年以上経ちましたよね。そうですね、もう1年半経ちましたね。はい、どうでしょう、はい、市場の反応は。おかげさまでですね、大変好評いただいてます。大変喜んでいただいてます。特にね、女性のお客様、はい、我々ルノーではなかなか女性のお客様は実は多くなかったんですけれども、はい、このトゥインゴは半分以上女性のお客様にお求めいただいてます。うん、やっぱりデザインがおしゃれですもんね。はい、そうですね、うん、それから取り回しがしやすいということと、うん、まあ、4人しっかり乗れると、ちっちゃいけど乗れる、はい、その辺をしっかり考えていただいてる、うん、評価いただいてる、そんな感じです。そんな中で、はい、今回GT という新しいグレード出ました。はいはい、エンジンが強力なんですよね。そうなんです。19馬力アップしまして109馬力あります。はい、これはどうなんでしょう、依然として街乗りベースでもうちょっとキビキビ走れる人みたいなところを狙ったのか、はい、それとももっとこうワインディングとかサーキットでガンガン走ろうっていう人を狙ったのか、どっちなんでしょうね。はい、やっぱりコンパクトベース、シティはベースだけれども、うん、少しスポーティーに走りたい。うん、せっかく RR だからこの RR を使って、うん、後輪駆動を使って楽しく走りたい、うん、こういった方に向けた車です。フロントにその駆動力がかかりませんから、非常に、ナチュラルなハンドリングもしますし、うん、後ろから押してくれるというのも、うん、まあ、動物の動きを考えていただきましたら分かるように、こう非常にこう自然なナチュラルな動きですので、うん、気持ちよさっていうのは角一つ曲がっていただければ、うん、お分かりいただけるかなと思いますね。うん、で今日ねこれご覧になってる方は、はい、あトゥインゴいいな、でもノーマル系と GT で、うん、パワーは出てるんだろうなと、はいはい、そこは違うんだろうな、でも他はどういうとこが違うんだろうって気になってる方いらっしゃると思うんですけれども、はい、なんかこう違い、例えばエクステリアからお話しいただけますか。はい、見てお分かりいただけるのは左側のエアインテークかなと思います。うん、それから体験台形のホイール、はい、そして、マフラーですね、2本出しのマフラーになってる。うん、まあ、そういったところ含めて全てちょっとスポーティーな味付けがしてあるっていうところが違うかなと思います。エアインテークすごい面白いですね。はい、僕パッと見て、はい、あれなんかフェールイットがちょっと開いちゃってるのかなと思ったらあそこからリアにあるエンジンに空気を取り入れてると、はい、送り込んでます。うん、それによってやっぱりその吸入する空気の量も増えますし、うん、温度も下がります。はいはい、そういったところがパワーアップの大きな源になってますね。うん、でなおかつ、エクステリアの一つのワンポイントでもなってるかなと思います。うん、足回りとかどうなんでしょうか。足回りはですね、実は 40% ほど前後とも固められています。うん、キビキビと動けるという印象をお持ちになるんではないかなというふうに思います。うん、近村さん、インテリアなんですけど、はい、こうやって車の外から眺めててもなんかすごくシートの柄、色鮮やかじゃないですか。ありがとうございます。オレンジを、使いまして、ね、ステッチであったりとか、パイピングであったりとか、うん、そのオレンジを中心とした、カラーリングがこの車専用でございますね。うん、その他にはまあ2点ほど変わっておりまして、はい、1つは、ペダルですね。ペダルが、アルミのものになっています。うんうん、それからシートのシートヒーターがついていると。この3点がもう大きく言うとこの GT 専用のものですね。はい、まあ、でもそうやってこういろんなこう魅力のあるトゥインゴなんですけれども、どうなんでしょう、こう見てる方に、この GT あるいはノーマル、どういう方にどっちの方をおすすめするとかって何かありますか。はい、そうですね、 GT はやはりそのスポーティーな車の動きをお求めになる、ご所望される方にぴったりではないかなと思います。うん、先ほど申し上げましたように後ろがこう押してくれるっていう気持ちよさっていうのは本当に大きなものがあります。うん、でやっぱ車の動きを楽しむにはある程度パワーも必要ですよね。はいはい、まあ、正直なところ90馬力のそのノーマルの方では、そこまで楽しんでいただけるかなっていうことも考えますと、この GT というのはスポーティーさをお求めになる方にぴったりではないかなと思いますね。うん、なるほどね。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ここでルノートゥインゴ GT の評価に行きたいと思います。
僕の評価このようになりました。丸、これは不足感がなくなったパワーフィールですね。ノーマルのトゥインゴの方は、普段だったら別に不足はなかったんですが、例えば上り坂、それから追い越しをする時とか、料金所での流入とか、いざという時にもうちょっとパワーがあったらいいなと思うようなシーンがあったんですね。それがこの GT になってきれいさっぱりなくなった。これだったらちゃんとワインディングも含めて走りを楽しめる、それだけの動力性能が出てきたと思います。バツ、これは不正路面での乗り心地ですね。足が 40% バネが硬くなったということで、やはりゴツゴツした、路面の悪いデコボコしたところに行くとちょっとと、体きついなと思うことがありました。このパワーで普通のノーマルの足なんかの組み合わせがあってもいいんじゃないかななんて、そんなふうに思います。はい、私は丸なポイント、これは究極の小回り性と乗り味の良さですね。エンジンはリア床下に搭載し、前輪の切れ角が大きいんですけど、最小回転半径 4.3 メーターの超小回り性を発揮、その上ルノースポールが手掛けた走り、安定性に優れ操縦する楽しみを与えてくれるのでとても素敵ですね。そして一見おしゃれなシート、体のホールド性が高くて疲れにくいものになっていました。そしてバッテンなんですが、これはエンジンの回転系が欲しいと思いました。この2ペダルの仕様もマニュアル仕様もエンジンの回転を示すタコメーターがないんですね。なのでそのあたり設定されてくると嬉しいかなと思います。なんでないんだろう ねでも確かにオプションでもなんかキノコみたいなのも生えてくれてもいいのかなっていう気もするよね。はい、はい、ということで2人の評価はこのようになりました。エンジン for the life。ここで視聴者にいただいたメールをご紹介します。神奈川県30代女性です。ミニバンに10年以上乗っています。試乗レポートが好きで絶対に買えないような高級車に乗った気分にさせてくれます。好きな車はルノーアルピーヌです。ルノーアルピーヌがお好きなんだけれども、ミニバンに10年以上乗ってらっしゃるということで、これってね、夢と現実っていうのは常にあるわけなんですが、ある統計によると日本のミニバンユーザーって平均して15年ミニバン乗るんだって、そうすると例えば子供が生まれてから中学卒業するまで15年間ミニバンに乗り続けるっていうことも言われているんですが、例えば僕はもうちょっとそれ短くしてもいいのかなと。で短くして、次に乗り換える車で思う存分楽しんでいただきたいなと。そういう意味では今回のトゥインゴ GT なんかどうなの、その脱ミニバン、ミニバンから乗り換える車としてはトモちゃんどういうふうに捉えますか。なんだろう、こう自分でハンドルを握って生き生きと走れる感じと、やっぱり身軽さっていうんですかね、ああいったところもいいし、でも今回のやっぱりトゥインゴ GT って、ルノースポールが磨き上げたあの凄さっていうんですかね、いや究極でしたよね。そうだね、そうだね。そういう意味ではそのむき出しのガチガチのスポーティーさはないんだけれども、すごく気持ちのいいスポーティーな感覚って あるじゃないですか。はい、これなんかに例えばミニバンから乗り換えたら、あ、車ってこんなに軽快に走るのかとかね、こんなに楽しいんだっていうことをすごく味わえる車になってますよね。特に今メールいただいたの女性じゃないですか。はい、こんな車に乗ってちょっとおしゃれして出かけたりなんかしたら、なんか気分からっと変わりそうですよね。いや、そういう女性増えてほしいですよね。はい、ということで今回ルノーのトゥインゴ GT を取り上げました。また来週お楽しみに。Engine for the life.